おは、おはようじゃない。どうしておはようって言っちゃうのか。長野市議会議員の小泉和馬でございます。こんばんは。今日もツイキャスやっていきたいと思います。青木島遊園地守りたい。最後まで諦めない。子供たちのために戦う姿を見せていかなければいけないという思いで取り組んできております。長野市議会議員のオレンジのあのおっちゃんです。で、オレンジのおっちゃんはね、今日も頑張る。肌元気でも頑張る。 皆様も頑張る子供たちと一緒に頑張る <laughs> そういうことでお願いいたしますね、本当にね。さて、青木島遊園地のことでございますが、<coughs> えっ、ー、と、画面共有から敷いていきますねと、と。なんか今日本当にね、ひどいニュースが出てきて、まあそれ後でやりますけれども、青木島遊園地17日に公園閉鎖し遊具の撤去工事。 開始へということで、これ NHK ウェブですね。橋本記者さん書いたのかな。えー、住民から存続を求める声も出ていた、青木島遊園地なんだけれども、ということで、17日閉鎖。17日は小泉の誕生日です。そこにぶつけてくれて、小木原市長ありがとうということなんですが、えー、樹木や遊具の撤去など工事をはじめ、試験者に土地を返還することを明らかにしました。うんうん ええー、まあだけどね、その代替措置って言ったって、本当は代替措置自体が必要ない代替措置なんだけど、まあ余計な金かけやがって、しかも不十分なことしかすぐにはできないということで、散々各方面から、そんなのダメじゃんって、ダメだし食らってもめげない小木原君ですよね。 えーまあ、今月中に案を取りまとめる。な今月中って公演配信が先だっておかしいじゃねえのってことです。全体像をできるだけ早い段階で公表する。あだからね、全体像をできるだけ早い段階で公表したって言絵に描いた餅じゃ困るんですからね、小木原さん。計画がまた、まとまった後で、区、えー、長会、保護者などからどのような形で意見を聞くか、今後めていきたい。だからね、 計画まとめる段階で、まとまってからこれでやるからお前ら文句言うなよって言うんじゃ困るんですよ。今の段階で声を聞く、その姿勢示してください。まあ、そんなことするとね、い遊園地残せ、遊園地残せって、みんなブー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 言うから、そんなことしませんって、いうことじゃないんだとすればね、きちんと市民の声を聞くと。 独裁おぎわらでないなら、市民の地元の声を聞く、子供たちの声を聞く、そういう姿勢を見せていただきたい。本当にまたもう。<laughs> プンプンですからね、今日の小泉さん。えっ、ー、と、それからですね、これはあの、14日、昨日のニュースでございましたね。子供の声うるさい。苦情聞きかえ、声問題。 え現状回復工事だけでも住民が行政福祉審査請求をしたということで小泉さんは代理人という立場であくまで代理人ですからね、事務に関わらせていただいております。で、着工を控えた14日に廃止処分の取り消し及び工事の執行停止を求める行政福祉審査請求などを請求人である住民の代理人として市に提出したということでございます。で、このね、 公園廃止の件についての行政副審査について、昨日もやりましたよね。でね、それから別に請願も出したということで、この請願も受理されています。だからこれがね。どうなっていくかっていうことです。けれども、行政副審査も。 受理され。請願も受理され。だけど公園を潰され。ということになってしまうのか、このままだと。本当に切ない小泉さんでございます。まあね、あのー、行政副審査請求については、実はちょっと通知が来てるんで、それはね、明日ちょっと皆様にお伝えしていこうかなと思っておるところでございます。さて、こっからがね、もう問題ありまくりの えー、新米の独自、まあ、スクープというか、もうなんかね、本当に、スクープって割とほら、なんつうの、前向きな気持ち、おおすげえって、えー、言えるイメージがあるけども、なこれ聞いて俺本当にね、もうね、なんつうの、もう、そこまでダメな長野市なのか、そこまで俺たちの長野市って腐ってるんかって。 思ってね、もう、なんか、新米知らせてくれて、ありがとうだけど、新米知らせてくれて、気も、気分も落ち込んじゃったけど、それはでこの新米のせいじゃないよ、ということですよね。感謝の模造紙掲げられず、封じられた児童の気持ちを、子供の気持ちをね、子供の口に蓋してさ、それで何おぎやらを用意しょして、皆さん、いい気持ちなの社協の指導所持をしつけ、 と世間もこれちょっと読んでいくね。子供の声がうるさいといった一部住民の苦情をきっかけに長野市か4月末まででの廃止を決めた同志青木島町大塚の公園青木島遊園地をめぐり利用してきた隣の児童センターの子供たちが14日、公園の感謝を示す模造紙を掲げて、これね、これこれ。これですよ。青木島忘れない遊園地あ、青木島遊園地ずっと忘れない大好きありがとう。ですよね。 え、え <laughs>、ねこいい話じゃないですか。教育上もいいことだと思うよ。やるべきことだと思うよ。でね。掲げて記念撮影しようとしたところ、センターを管理する出資者回復式協議会が、子供への押し付けだと。何言ってんのおかしいよね。として、えー、模造紙掲示を一方的に制限した。模造紙に書いていたのは大好きといった感謝の気持ちです。ね。 青木島遊園地廃止反対は大人の馬鹿野郎とか書いてないんですよ <laughs>。忘れない、ありがとう。それがダメだと。それを伝えようとしたのは阻み、子供の権利を侵害してことのに指揮者から厳しい批判が出ている。だけど、この時さ、その、何、指導主事っていうやつが社会福祉協議会から使わされて来てたらしいけど、よくそんなタイミングで来てたよね。なんか情報事前に察知して、 そんなことさせるなって。言う見つめを帯びて来たのそうじゃなきゃ普段指導趣旨なんか来ないよね。何のために来たのか。この辺はね、えー、調査必要だと思いますよ。児童センターの子供たちは、小原健治市長が公園の損賠の再検討を表明した後の2月下旬から利用再開。うん。新たな苦情が来ないよう一度に遊ぶ人数を10人から20人。 遊ぶ時間を20分から1時間に抑えるなど工夫もしてきた。最終的に公園の廃止を決めた市が今月17日に現状回復工事を始めるため子供たちが公園を利用できるのは14日が最後だった。小学1、2年の約80人は公園への感謝を書いた模造紙を掲げて記念写真を撮る予定だった。 センターはこの日、職員不足を補うため、C 者教から2人が応援に来ていた。あ、そういうことなんだね。うん、応援が来てた。子供たちは全員で公園に出て、模造紙を抱える写真を撮ろうとしたところ、C 者教の指導主事は全ての子供はそう思っているわけではないなどとし、模造師形状制限。本市声の力、小市下取材班がその場で指導所持に利用などを尋ねたが、答える義務はないとした。答える義務はあるでしょう。 だ子供たちの表現の自由を奪ってるんですよ。それ答える義務がないとしたら本当に独裁ですよね。制限するんだ。黙ってろ。ふざけるなってことですよ。メッセージはずっとは青年青木島遊園地大好きありがとうが全文。カばいじゃないの。センター職員が事前に以前にセンターを利用していた小中学生と相談して内容を考え、赤い模造紙に白いの具で手書きして用意したものだったと。 まあ作ったのは大人だけれども、子供たちとね、きちんと連携して作っているっていうところは押さえておくべき事実、ポイントだと思いますね。で、模造紙形式なしの記念撮影を終えた後、うん、かわいそうだよね。子供たちは職員に詰め寄り、なんで模造紙を出せなかったのな、出したかったのになどと尋ねた。職員は理由をはっきり説明できずに、そうだよね、その、 社協の職員に説明させろよ、本当に。約束したのにごめんねと繰り返し。残念だと肩を落とした。約束したのにごめんねと。本当にごめんねだよね。女のさ、ぐれるよ、子供。本当に。ぐれるよ、本当に。大人たちのバカ野郎だよね。大人たちは信用できない。そんな社会で、俺たち生きていくのかって。冗談じゃないよ。年金なんか払わないよ。 なってたらどうすんの子供はまっすぐ育たないじゃん。公園の利用主体だった児童センターの子供たちが感謝を書いた模造書を掲示するのを長野市社会福祉協議会が制限したことについて、東京未来大学、あ、そんな大学あるんだね。すいません。大西人志かなあ元教授、憲法学教育法は、子供の表現の自由に対する明らかな侵害だと厳しく批判している。そうだよね。俺もそう思う。 大西は感謝を述べる行為自体は社会通念上意見の対立につながるものではなく、なんだ押し付けには当たらない。その通りですよ。このような行為が許されれば、何も意思表示ができない社会になってしまうとしている。本当だよね。そういう子供たち、何を言っても俺たちの気持ち伝わらないんで聞いてくれないんで、社会も大人もって、そういう心がね、小学生のと、心に 植え付けられちゃったどうするので一生の損失ですよ本当に一方立教大の渋谷秀樹名誉教授憲法学も感謝の気持ちは特定の必要とは関係ないその通りですよ小木原市長ありがとうっていう言ったらそれ問題かもしれないけど小泉一馬万歳とか言ったらねそれは問題かもしれないけど青木島遊園地ありがとう何の問題がありますか 模造紙の刑事は特定の思想や価値観を押し付ける行為ではなく、何の問題ないとして、感謝の気持ちを有している人の思いを踏みにじる行為であり、許されるものではないと死者教の対応を批判した。そうだよ。子供の権利に詳しい浦和大の林大輔准教授は明らかな権利侵害。謝罪すれば済む話ではないと批判。社教は日頃権利を擁護する立場にあり、権利侵害に敏感であるべき組織。 職員の資質の問題なのか、組織風土の問題なのか、厳しく追求する必要がある。と指摘した。これはね、本当にね、小泉もね、これ考えていかなきゃいけないと思います。今まではね、市の一部の職員、あるいは、小木原検事がおかしい。と思ってきたけれども、 だけど、どうも、それだけじゃ済まない話だよね。だって、公園旅もかもおかしい。子供政策家もおかしい。そして、大木原賢治その人もおかしいでしょそして、監査委員もおかしいよね。で、建築指導課も、どうも、小泉が代理となってね、その地元の方々の請願持ってたけども、どうも、 なんかね、積極的な発信はしてくれないような手応え、その感じてます、実は。建築指導官もおかしいでしょで、弱い人の権利をね、守るはずの社会福祉協議会もおかしいんですよ。福祉やってるところが、子供黙わせろって言うんですよ。そんな長野市になってきちゃっている。 一部の問題じゃないんだよね。監査委員も、そして外郭団体の社会福祉協議会もひっくるめてね、長野市おかしくなってきちゃってる。これ、ね、本当にね、小泉も、しまったなと、俺にも責任の一端はあるんだろうなと思いますよ。議会はね、チェックする立場だから、ここまで長野市がダメになるのを、止められなかった。 以前はね、こうではなかったと思う。あの、わ沢市長は俺は評価してないけど、でもわ沢市長の時は、職員っていうのはそれなりでしたよ。<laughs> それなりってう、悪いそれなりじゃないですよ。なんつうかねお役所としての仕事はできていたと思う。それがね、加藤市長になって、なんか人間関係が大事だとか言い出してさ、で、あの、つまり、情実が大事だってことだよね。 常実員の人事にだんだんなってたんだと思う。だって、教育長だって、それまではね、教育型の方をね、きちんと教育的な、専門的な見地がある方を据えてきたのに、なんか行政から教育のことなんかやったこともないような丸山っていうね、人を、ま、商工観光部長なんかやってた人を据えたじゃないですか。で、その人は、俺、今でもその人のことはあんまり信用してないっていうのは、 あの、デザインウィークで、あの、明治神宮外でね、子供が、その木造の展示物で遊んでたら、火事が起きちゃって、5歳の子供が火事に巻き込まれて亡くなったっていうことはありましたよね。そう、デザインウィーク、長野市やってきたんですよ。ブランド引き継いで。で、東京でできなくなってきていた。だけど、長野市であるいはね、他の自治体も含めて、地方、 都市に進出することで、そういった火災事故でね、死亡事故を起こしたようなブランド、そしてその団体、生きながら得ていることに長野市は協力してきたんですよ。そういう事実はあります。で、そういうね、デザインウィークのブランドを長野市が引き継いでいることについて、どう思うのかとで、現教育長に聞いたことがありますよ。現教育長が、教育長に座る前にね、 そしたら何て言ったかっていうと、何の問題もないと。問題ないと認識していると。子供が亡くなってるんですよ。だけどそれを引き継ぐことに問題なしと。そういう人が今の教育書に座ってるんですよ。座ったのは、加藤久夫ですよね、前の <laughs>。で、どうもね、その、お友達人事が横行して、 なんか言うことを聞く人とか一緒に飲んで楽しい人、そんなような人が部長級にね、引き上げられている。そういう人事が横行しているんじゃないのかなっていう憶測。憶測。これは小泉の憶測です。だけど、市の内部の方々の意見聞くとね、どうもそういう意見聞きますよ。市長、副市長がね、ダメだったっていう話は聞きますね。で、その、 悪しきレガシーを引き継いで、小木原健事がさらに、輪をかけて、ダメにしちゃってるんじゃねえかなっていうところだよね。で、あの、社教の問題だってね、俺取り組んできてるんですよ。本当にあそこはね、うさんくさい。あの、貧困ビジネスとね、関わっているんじゃないんですかっていう疑惑を俺追求したことある。市議会の場でね。ろくな答え返ってこない。 証拠を突きつけているのに。逃げに逃げている。<laughs> まあ、社協のことについて、あの、俺語ってる動画もアップしたんで、それを見ていただきたいと思います。貧困ビジネスでね、検索すると、いちゃんの YouTube で出てくると思う。あるいは、えー、っと、小泉のブログでもね、出てくると思うんでね、見てみていただきたいと思います。 さすさて、えっ、ー、とね、その、今日の品の前新聞ですけども、それだけではなくてね、まだね、まだまだありまして、えっ、ー、と、廃止理由をね、子供に説明してなかったっていうことですね。これネット配信されてるのかな現状回復工事が17日から開始するということですけれども、つまりね、ええー、児童センターの、 要請として、その利用していた子供たちにね、児童センターを利用し、隣の、う青木島遊園地も利用していた子供たちに対して廃止由を説明してくださいということを言ってきたらしいんですよ。んで、公園緑地下は6日に児童センターを訪れ、17日現状回復工事を始めると説明したんだけども、 センター側はその場で廃止理由を子供たちに直接説明してほしいと求めていたらしいです。そういう事実あったんだね。あ,あ、そっか。6日に、そうだ、区長会とね、長野市側の、また例によって極秘会談やったんですよ。で、そこで、あの廃止の手続きをこうやってるからこの、この文章をみんなにまいてくれよと。<laughs> もう重心して待ってるから、急いでやれよって、区長たち子供扱いして、その、 足で児童センターにも行ったんですよね。その時のことなんだね。その時に、廃止理由を子供たちに直接説明してほしいと求めたんだ。もうここは骨あるよね。で、公園緑地課長は子供たちには保育園や学校を通じて廃止を伝える文章を配ることで説明に変えているとしているというふうに言ってますけど、 まあ、その理由は経緯は記述していないと。で、こうした死の進め方に子どもの権利に詳しい浦和大学の林大輔准教授は、子もを主権者としてみなしているのか大いに疑問と問題し、若者の政治離れや政治不信が叫ばれる今だからこそ子どもたちにしっかり説明する姿勢が求められている。その通りだと思います。林大輔先生。で、小泉もね、去年の12月議会でこれ言ったんですよ。誰が子どもたちに廃止の説明するんですか で、公園緑地化を主観している、えー、都市整備部長は、そういうことは今考えてないって言ってましたよね。最後まで考えずに終わってしまうということですよね。本当に、子供を泣かせて、芝寄せして、それで決着。そういう大人たち、そういう長野市でいいんだろうか。そんな格好悪い長野市でいいんだろうかっていう思い。本当に小泉一馬は、 今ね、噛み締めてますよ。んでね、今日、実は、あの、こういうことが、新聞に載ってたもんだから、読んで小泉もびっくりしちゃって、なんだよこれって言うんで。行ってきたんですよ、自動センターにね。今日、自動センターは土曜日の午前中は開けてるからね。で、電話しといてから行ったんですよ。その、ずっと忘れない、ありがとうの、横断幕ね、作ったやつ見せてくださいって言ったんです。んで、 んでね、写真撮らせてもらおうと思ったんだよね。記録しとかなきゃいけないし、だってそういうきちんと議会でも追求していかなきゃいけない話じゃないですか。そしたらね、いや、撮らないでくださいって言われました。で、撮るんだったら出てってくださいとまで言われましたけど出てってくださいって言って、議員が調べに来て、あの、長野市の事業でしょ子供未来部の事業で、その事業のあり方を、 見に来た。新聞報道もされたの見に来た。出てってくださいろろろ。えらいきつい態度じゃないのっていうことで,で。小泉さんは一議員に過ぎないみたいなことも言われましたね。<laughs> まあ確かにそうなんですけど <laughs>。まあ、だけどそれでもね、一応選挙で選ばれて、あの、皆さんの代表なんですけどもね、ってことも申し上げましたけど。で、品野前新聞にも載ってるのになんでダメなのってことも言わせていただいたけども、 え、とにかく、社会福祉協議会の本部の許可を取ってくれ。その一点張りでしたね。うん、あの、だから現場のね、職員もピリピリしちゃって、大変なんだな、とは思います。うん。そうね、騒ぎにな、したくないっていう言い方してましたよね。だからね、新米に乗ったことっていうのはね、騒ぎと捉えてるらしいんですよ。その、 職員はね。あのー、だ子供たちの思いが、青木島遊園地忘れない、ありがとうの文字をね、掲げられなかった。それをね、新聞が代わりに伝えてくれた、発信してくれたことを、俺だったら、あ、新聞よく書いてくれた、なんだけど、現場の職員にとっては、どうもそうでもない受け止めらしいんですよね。で、 なんかね、騒ぎにしたくないっていうことなんだけど、だけどね、考えてみてほしいって俺は言ったんですよ。青木島遊園地がなんで廃止されてしまうのか。で、市は色い々ろいろね、孤立つけてきてますよ。なんか愛護会活動ができないとかさ、だけどやる人たちはいるんですよ。な、孤立ですよね。で、子供たちが遊べないとかさ、遊んでるじゃんって、今、社協の皆さんの、社協の <laughs> 保健場のね、 自動センターの職員の皆さんのご努力で遊ぶようになってるじゃないですか。なかこれも孤理屈です。な全部理屈です。本当の理由っていうのは、まあ、一部から苦情があってさ、それに対応していくのがめんどくさい。騒ぎ立てしたくない。ね。ことを慌てたくない。だから畳んじゃえ。ってそういうことでしょ。で、 ことをあらたくない。だから子供たちの表現行為はね、もう見せたくない。同じじゃない。子供にしわ寄せしてるんですよ。だから子供たちとね、本当に戦ってる、子供たちのために戦ってほしいと、小泉は言いおいて、まあ、 そう言われちゃうね。それ、いや、どうしても俺はこれ写真撮って気を変えるんだって <laughs>。そこまで、ね、小泉さんも、あのー、強い態度には出れないんでね。やったって別に問題ないと思いますよ。問題ないと思うけども、その場合引き下がってきましたよ。だって、もう新聞には載っちゃってますからね。えー、問題なかったと思うけど、あの、そこまでしてね、小泉も、まあ、社協と、社協というか現場の職員との関係を壊すことは、 本意ではないんで帰ってきましたけども。まあ、現場の職員も大変だなとは思いつつ帰ってきました。ということで、えっ、ー、とね、画面共有に戻してまいります。よっこら、しょと。で、これはネット上の意見ですね。子供の声がうるさい公演を廃止、感謝の言葉すら許さないなんて。 こんなに子育てに冷たく無関心な自治体、初めて聞いた変な思想に支配されているのかな日本じゃないみたいだってすいません、上条さん。えー、これはクソひどいな、まあ、まあ、お上品な言い方でございます。感謝の気持ちを述べたら、それを封じられる表現の自由を、放射するとか、独裁国家のやることだろう、ミニカーおじいさん、カッコバイト、カッ閉じる。 独裁国家のやることだろう。小泉も全くその通りです。だからね、小泉は前から言ってきました。荻原検事がやってることは独裁だと。荻原検事、独裁反対。本当にね、まあ、こういうことをね、したかったと。これをやったから何だったと。何が問題あるの二2件のリツイート。 10件のいいね。これをね、子供たちにやらせることがダメだとする思想が本当にわからん。で、社協のダメさもね、長野市のダメさも本当に追求していかなきゃいかんと思いますよね。で、そういう追求する議員ね、他にいるんかっちゃと思いますよ。追求するといえば小泉の方をさ、追求する話ばっかりじゃないですか。 時間やってるって言えばね、あ、そうだ、そう、そういえば追求する話一つ、あの、皆様にお伝えしとかなきゃいけなかったんだよね。えー、っとね。これやっとかないと、ね、小泉、フェアじゃないとかね、言われちゃうとまた本意じゃないんで、ちゃんと言っときますが、えー、っとね、14日に、あの、うん、小泉の政治倫理審査会がありました。んで、 新米の書きぶりを書くと、読むと、公演配信について市役所に問い合わせる様子をネットで生配信した小泉氏の行為をめぐって設置された市以外政治倫理上審査会も開かれまして、 前回会合で小泉氏が審査会の解散を求めたのに対し解散しないことを確認したということで。まあこれもね、本当に笑っちゃうお笑い草の、まあ魔女狩り裁判なんですけれども、まあその、その様子についてはね、また皆様に時間がある時にお伝えします。だってこんなことは2の次、3の次の話ですからね。青木島遊園地の子供たちの権利侵害が、今取り組むべき下級の問題じゃないですか。こんなことやってる。長野市議会。 何やってんかっちゃってことですね。議長がね、緊急声明出したっておかしくないですよ。本当に子どもの権利侵害、議会は胸を痛めているぐらいのこと言ってみろよってことですよ。と思いませんで画面共有ですが、えー、講演廃止、逆トップセールスの大屋根検 市長が評判を落とすだけの問題ではないと、これ小泉さんの言葉ですよ。トップセールスで市を売り込もうと言うが、売り込むと言いますけど、小泉が見てきた3人の中でも、長野市のブランド課長を最大に既存した市長であることは間違いない。これ、小木原健治のことですからね。これの小泉さんね、5時やってます。これ、売るじゃなくて、市の名前、売るね。売り、売るっていうことを言いたかったんですね。市の名前を売るのではなく、小木原ビジョンとか自分の名前を売りたいだけ。 じゃないですか。で、この、風祭りさん、風祭りゆうこさんで、たった意見の苦情が子供たちの遊び場を無情になくす姿勢に舵を切った五輪タレント市長さんには、東京都民の私も失望しましたということで、東京都民からも長野市のね、イメージが悪くなっちゃってるってことですよ。ね、本当にね、あの、鬼原健治って自分をね、売ることしか考えてないよね。トップセール伝ってる、 東京出てってリンゴ売ってそれがトップセールスって冗談じゃないよ。長野市のこのブランドイメージなんかどうしてくれんの長野市にとって本当に大きな損失ですよ。こんなことをやった市長っていうのは今までいないよね。ここまで長野市の評判を地に落とした市長として記憶されるべきですよ。あなたは、荻原健治。本当にね、どうしてくれよって。 重いですよね。まあ、あの、地元の方に聞いてもね、鬼原賢治は本当どうしようもないな、みたいな話聞こえてきますよ。で、鬼原賢治がやってること正しいって言う人は、まあ、あんまり聞かないよね。困ったもんだね、ぐらいのことですよね。あの、最大限行為的で、行為的で、困ったもんだね、どうするんかね、みたいな話ですよ。まあ、鬼原賢治さん本当にね、 あの、市長として、資質に問題ありと私はも見ています。そう思う方は市民の間に多いと思いますよ。自分のね、ことを帰り見てどうしていくべきなのか、よくよく考えていただきたいと思います。子供の権利侵害まだまだ差し向かってきて